はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。権現です。それでは不思議の海のナディア、実況の続きをしていこうと思います。ただいま皇帝陛下と一緒にね、クリティアマイオスから脱出するところなんですけれども、まずはね、脱出用の飛行機の、ある場所に行かないといけないんですけれど、ここじゃないと。まあ、多分ね、飛行機があるぐらいですから、こういう部屋の中じゃないと思うんですけどね。で、まあ、前回もね、少しお話ししたと思うんですけれども、このナディアの実況ですね、昔ね、私がクリアした時にですね、まあ、いろいろね、まあ、メモっていうか、まあ、攻略の手順みたいなのをね、まあ、メモりながら、まあ、当時ね、やってたんですけれども、まあ、その、メモをね、見ながら、まあ、ゲームをね、今まで進めてたんですけれども、ここら辺のことをね、全く書いてないということは、多分時間をかけてしらみつぶしにね、当時クリアしたんだと思うんですが、こっちの上の方かな。まあ、飛行機ですからね、まあ、部屋の中にあるとは思えないんで、こっちかな。ここは？お？正解。ありましたね、飛行機。あ、ガーゴイル。ふっふっふ、先回りされてますね。ジャン君、ナディアを連れて逃げろ。え？この空中戦艦は、後ろの部分に重要な機関が集まっていると聞いたことがある。生き延びて、こいつを破壊してくれ。兄さんも一緒に。お、ついにお兄さんと認めちゃったわけですね、ナディアは。ありがとう、ナディア。ジャン君、早く。うん。兄さん。ナディア、父さんは正しかった。ネモですね。兄さーん。いけませんな、皇帝陛下。銃を出したのかな。グラフィックがあんまり変わってないんで分かりづらいんですが、あー撃たれてる。いやー兄さーん。お、これはどうなる。ん、何事だ。何かが命中しましたね。ブリッジ、何があった。あ、皇帝陛下が血まみれで死んでる。ガーゴイル様のノーチラスです。ノーチラスが何。ノーチラスということは第一波着弾。どうだ、さほどダメージは与えられなかったようです。この後ろ姿と金髪の女性は二人ですね。やはり硬いな。ふふふ、そうか、ネモメ生きていったが面白い。貴様の血で神聖アトランティスの門出を飾ってやろう。総員戦闘配置につかせろ。はい、総員戦闘配置につけ、目標ノーチラス号。繰り返す。総員戦闘配置につけ、目標ノーチラス号。聞いた、ナディア。うん、ノーチラス号は無事だったんだ。よし、なんとかノーチラスと交信しよう。この船の弱点を教えるんだ。船の後ろの方とか言ってましたけれどもね。うん、相変わらず海底から先行してますね。クリティアマイオスが追ってきます。よし、このまま海上におびき出せ。はい、なかなかグラフィックが出てこないですね、船長。通信室を探せという感じですね。
通信室ここは補助動力室らしい。補助動力室。じゃあ通信室を探しましょう。また一部屋一部屋探していくしかないのかな。補助動力室。こっちは違う。ここではないのかな。補助動力室。この一角ではなさそうですね。あ、まずい。お、なんとかね、逃げられましたね。ふう、通信室。通信室は一体どこなんですかという感じですね。右から来て、こっちの左の方に行ってみましょうか。ここはどこです？さっぱり見当がつきませんね。ん？鍵がかけられている。ここではないですね。いやいや、これは困りましたね。この船も結構広いですからね。こっちの外は？エレベーターがありますね。わ、エレベーターが3つもある。これは、ちょっと大変ですね。そして部屋の作りが分かりづらい。ここはなんだ？ここはなんか違いますね。動力室っぽいですね。じゃあ違う部屋を探しに行きましょう。こっちは？こっちは何ですかと。わまたエレベーターありますね。分岐が多すぎる。ん？ここは何だ？ここは一体何なんだ？あ、ここは通信室みたいだ。やっと見つけました。じゃあ船長とね、交信できるかやってみましょうか。ここでノーチラス号と通信できるはずだよ。これがこう。さすがジャンですね。大丈夫？うん。船長、クリティアマイオスから通信が入ってますが。つなげ。はい。つながった。こちらジャン、ノーチラス号応答願います。え、ジャン、ジャンなの？本当にジャンなの？エレクトラさん、無事だったんですか？無事だったみたいですね。船長、ジャンです。ジャンが、ジャンが。ジャンが、ジャンが。うむ。ジャン、よく無事で。エレクトラさんこそ、まあ、前回っていうかね、まあ、裏切り者ですけどね、エレクトラさん。一緒に船に乗ってていいんでしょうかね。グランディスさんたちに助けられたの。あ、そうですか。グランディス。ノーチラスは、この日のために作っていた2番艦なの。でも、よく逃げられたわね。うん。ネオアトランティスの皇帝が、ナディアのお兄さんが助けてくれたんです。まあ、身を挺してね、助けてくれたわけなんですが。でも彼は、僕とナディアを逃がすために。そう。彼が言ってました。この船は重要な機関のほとんどが後部に集まっているって。そう。ジャン、これからノーチラス号は攻撃を開始します。やばいですね。なんとか逃げられる？はい。脱出用の飛行機があるのを見ましたから、それで逃げます。そう。気をつけてね。ナディア？はい。ごめんなさい。ん？なんでナディアが謝るんでしょうかね。いいんです、もう。あ、そっか。危険にさらしたからですね、エレクトラがね。許してくれるの？はい。ありがとう。ん？違うな。ごめんなさいって言ったのは、
エレクトラさんですね。ナディア。はい、船長。気をつけてな。はい、お父さん。お、ついにお父さんって呼びましたね。それじゃあ切ります。ええ、また後でお会いし、ん？また後で会いましょう。さあ行こう。なんかちょっとセリフのつながりが変でしたね。すいません。ノーチラス号補足、距離8000、深度250メートルを20ドットで航行中。スーパーキャッチ光線、ん？スーパーキャッチ光線砲用意。スーパーキャッチ光線砲。はい。スーパーキャッチ光線砲用意。目標、ノーチラス号。また攻撃しちゃうのかな。分子構造の解析完了。エネルギー充填完了。照射。照射。ビビビビビビみたいな。わ、補足されてますね。スーパーキャッチ光線砲。どうした？わかりません。何か強力な磁場のようなものが船全体を覆っています。スーパーキャッチ光線砲か。ガーゴヒルメ、こんなものまで掘り出していたのか。これもアトランティスの古代超兵器の一種なんでしょうか。艦が引き上げられます。全速で振り切れ。奴はノーチラスを海面に引きずり出してバベルの塔で一気に蹴りをつけるつもりだ。はい。はっはっは、あがけあがけ。だがいつまで持つかな、ネモ。お、海上に吸い寄せられてますね。ちょっとピンチですね。わ。あれ？ここはどこだ？ここは通信室ですね。ここは食堂らしい。ここは食堂。食堂も確かね、後から来ることになるんですけれど。こっちは？こっちは鍵がかかっていると。これでもう一度、さっきのね、飛行機があった場所に行かないといけないんですけれど。迷っております。こっちかな？で、外に出て、右から来たのかな？これで合っててもらいたいんですけれども。ん？違いますね。ここが最初にいた部屋なので、飛行機の場所に一発で行けると思ったんですが、無理でした。ここかな？なんかいますね。あ、どうしたの？ジャン。静かに。兵士たちの話し声が聞こえる。ノーチラス号も今度こそおしまいだな。ああ、せっかく助かったのに運の悪い野郎よ。まったくだ。スーパーキャッチ光線砲から逃れられるやつはいねえ。そうだな。大変だ。ネモ船長に連絡を取らなきゃ。僕らにできることがあるかもしれない。うん。ということなので、また今度は、通信ルームにね、戻りましょう。なかなか、船長と交信するのも大変ですね。こっちかな？通信室は、あれ？こっちでしたっけ？違いますね。もう、さっきやっていたことを、忘れてしまうというね。この実況ならではの、このプレイ感覚。
いい加減に直さないとまずいな。通信室、通信室、あ、違う、飛行機、飛行機の場所だ。どうやって行ったんでしたっけ。これの外に出ん、あれ、なんかまた迷ってる気がしますね。それでこっち側に行ったんでしたっけ。まあ、部屋の作りがね、もう全く一緒なんで、つながりがよく分かってないといえば分かってないんですよね。閉院宿舎、全然違うところに来ちゃいました。これは困ったぞ。わからない。通信室に行きたいのに、ここかな？あ、ありましたね。もしもし、船長、エレクトラさん。じゃん、まだそこにいたの？大丈夫ですか？兵士が何か新兵器のことを話していたけど、あまりいい状況とは言えないわね。何かできることはない？何でもするよ。考えてますね。ねえ、ジャン君。はい、船長ですね。すまんが、スーパーキャッチ光線砲を何とかしてくれるかね。何とかできるんでしょうかね。はい、頼む。よし、行こう。よし、行こうということなんですが、何をすればいいんだ？こんなことしてる場合じゃないかと。この後は、食堂には行かなくても大丈夫と。なんかあの、制御室みたいなのがあったと思うんですが、そこに行かないとダメなんですよね。変異宿舎。制御室はどこですかと。変異宿舎は関係なし。この階段はなんだ？うん、全く部屋の作りが一緒なんで、わからないです。ここの一角ではなさそうですね。ん？ここでもない。ん？全体の構造からして、おそらくここがスーパーキャッチ光線砲の制御室なんだけど、あ、ここで合ってたんですね。また、警報を、ん？また警報を鳴らしたら？ダメだよ。多分、ここも動かないように言われているはずだから。何か別の手を考えなきゃ。以前ね、あの、陽動作戦を、まあ、実行したんですが、今回は、使わないということですね。この階段ではないな。あれ？どうやってやるんだっけかな。こっちの部屋では、ないですね。さっきの通信室にもう一回戻んなきゃいけなかったような覚えがあるのですが、こっちかな。で、ここが通信室で、この階段を降りて、このどっかに確か入れば、OK だったような、ん？あ、ここですね。ここだ。ここからなら、外からスーパーキャッチ光線砲を破壊できる。本当ですかね？でも、鍵がかかってるわ。なんとかして破壊しよう。了解です。破壊。扉を破壊しなくちゃいけないという感じですね。
では戻りましょう。どこに戻るのかというとですね、一番最初にいた部屋ですね。どうだそれがどこだかわからないと。部屋の作りが一緒なんで分かりづらい。同じことを何回も言っておりますが、ここが、最初に出てきた部屋ですね。ここの、この部屋かな？あ、まずい。あ、違いましたね。あれ？ん？くそ。この部屋にある武器なら、あの扉をきっと破れるのに。どうしてわかるの？あ、ここでフラグですね。この部屋には、重火器類が置いてあるのが見えたからね。こういったところなら、何か強力なものがあるはずなんだ。さすがじゃん。頭の回転が早い。ふーん。なんとか騒ぎを起こして、奴らをどかさなきゃ。ということで、また陽動ですね。これから先はどこに行くんでしょうか。今20分か。まあもうちょい探してみましょうかね。まあこんなことをやってるからね、まあ動画が長くなるというのは。まあ毎回ね、このナディアの実況では喋ってるような気がするんですけれども。なんかどっかね、霧のいいところで、まあ、一旦ね、終了したいなぁとは思ってるんですけれど。上の階は？ここは何でしたっけ？あれ？ここでよかったのかな？ここはエンジンルームらしい。水消滅エンジンが見える。エンジンルーム。エンジンルームはいいとして、ここでエンジンを制御するみたいだ。あ、ここですね。この辺かな？ん？こいつは？どうしたの？ジャン。ジャンは、点検用のパネルを外した。パカ。これだ。こいつの回路を組み替えて、警報だけ鳴らせばいい。そんなことができるんですね、ジャン。そんなことできるの？うん。この部分は遺跡じゃなくて、今の科学のレベルでできているんだ。なるほど。それならばね、ジャンにもできそうですね。これなら何も見なくても簡単に扱えるよ。すごい。よーし。これがこうなって、こう、こう。ちゃんと警報鳴りましたね。よーし、うまくいった。うまくいったので、さっきのあの武器庫みたいなね、ところに行きましょう。武器庫。武器庫は、あれ？ここかな？誰もいなくなってますね。ん？何もないぞ。あれ？ここでよかったのかな？ん？なんか取りましたね。はい。ダイナマイトを手に入れた。すいません。ちょっと A ボタンを連打して調べてたら、メッセージをね、逃しちゃいましたけれども。ダイナマイトですね。強力そうなダイナマイトだ。これならあのドアも一撃だろう。ダイナマイトを手に入れましたので、まあ、早速ね、あの、扉を破壊したいところではあるんですが、この辺に武器が落っこっていた、箱の中に拳銃が入っている。取りますか？取りましょう。拳銃を手に入れた。じゃあもうね、武装ですね。拳銃見てみましょうか。護身用の拳銃だ。2連発になっている。なるほど。あんまり弾は込められないみたいですね。
拳銃をとりあえず取りましたので、じゃあ扉破壊しに行っちゃいましょうかね。通信室の方に行けばいいんですけれど、全くマップが頭に入ってないですね、本当に。鍵がかけられていると、あれ、ここじゃないなあれ、通信室ですね。じゃあ先ほどのね、通信室に向かいたいところではあるのですが、通信室の行き方を全く覚えておりません。まずい。あれ？ここはどこだ？ここはどこだ？ん？ここはどこです？脱出する前にあの光線砲をなんとかしなきゃと。これが飛行機の場所ですね。通信ルーム、どこでしょうか？ん？どこだ本当に。ここかな。あれ？倉庫。ん？ここが倉庫？違いましたね。あれ？一回外に出る？外に出て、このエレベーターに乗る？で、真ん中？で、出ます？で、ここら辺入ってみます？あ、違うわ。あれ？すいません。本当に申し訳ないです。じゃあ、こっちのちっこいエレベーター。ちっこくもないか。通信の部屋を探してるんですが、全くたどり着く気配がありません。ここかな？戻ってきましたね。あ、違う。通信室じゃないな。この階段ですね。階段を降りまして、なんとかして破壊しようと。ここで、じゃあ、ダイナマイトをね、使いましょう。どうなるんでしょうか。ん？ダイナマイトを使って、これで破壊できてるのかな？あ、できてますね。で、この機械をね、調べてみましょう。使い方がわからない。使い方がわからないのか。じゃあ、しょうがないですね。この辺かな？ここは食堂らしい。ここにね、なぜか本が置いてありますね。机の上に何かの本が置いてある。取りますか？取りましょう。ジャンは、砲台のマニュアルを手に入れた。ジャンのマニュアルを一応見てみましょう。ジャンは砲台のマニュアルを読んだ。よし、覚えたぞ。こいつは重たいから置いていこう。ジャンはマニュアルを捨てた。こんな簡単でいいのでしょうか。マニュアルを一回読んだだけでね、こう使い方が分かってしまうというね、素晴らしい。これが照準で、これがトリガー。よし、行け。本当に撃てるんでしょうかね。撃てちゃいましたね。すごいな、じゃん。なんだ、今の爆発は。ガーゴイル様、スーパーキャッチ光線砲が破壊されました。あんな少年に破壊されちゃいましたね。何？ノーチラス号も復活ですね。船長、磁場が消滅しました。
やったか。隔壁を閉じろ。中を狙い撃ちされるぞ。何人か監視砲塔に兵を派遣しろ。はい。高度を取れ。格好の標的になるぞ。ねもめ。お、クリティアマイオス上昇します。なんかいい感じの曲が流れてきましたね。1番から16番、空中魚雷用意。超重力弾頭セット。はい。1番から16番、魚雷発射管注水。ちょっとね、ひらがななんて読みづらいんですよね。空中魚雷用意。超重力弾頭セット。目標、空中戦艦後部。クリティアマイオスの弱点ですね。目標確認。データ入力完了。前段発射。発射。お、すごい。真上に魚雷撃ってますね。魚雷ではないのかな。なんかミサイルみたいなのバンバカ撃ってますね。異常重力波接近。何？ハイパーグラビトン魚雷か。ハイパーグラビトン魚雷。ネモメ、面白いものを隠し持っている。全訪問開け。残らず撃ち落とすのだ。はい。できるんでしょうかね。やってますね。3、8、14、15。一機弾幕を抜けました。命中します。お、一発だけ当たりましたね。超重力なんとか弾。左舷後部に被弾。超重力球が発生しています。小型のブラックホールだ。反重力フィールド発生装置を叩き込め。反重力フィールド言いづらい。重力を相殺するのだ。はい。重力球消失。成功した模様です。被害はどうだ。第3から第8エンジンをやられました。反応路にも影響が出ています。出力低下。高度を維持できません。バベルシステムのブルーウォーターのエネルギーを追消滅エンジンに回せ。はい。ダメです。出力が伸びません。ダメだったんですね。何？お、なんか兵士が。ガーゴイル様。なんだ。ナディアのブルーウォーターが消えました。おのれ、あの子供たちの仕業か。行くぞ。こんな余裕こいてね、指揮してるからこういうことになっちゃうんですよね。ついに空中にいられなくなったのかな。クリティアマイオス着水しました。よし、浮上し後部格納庫に接舷。白兵戦に入る。これが最後の戦いとなるだろう。諸君、今日までよくやってくれた。健闘を祈る。はい、最後の戦いが始まるわけですね。バラストタンクブロー。はい、バラストタンクブロー。エレクトラ、グランディス城を呼んでくれ。ん？グランディスにまだ何か用事なんでしょうか。はい、わかりました。グラタンで乗り込むのかな。よし、脱出しよう。うん。ということで、まあ、これからね、飛行機に乗って脱出をするわけなんですけれども、とりあえずね、今回はこの辺で、一旦ね、終了したいと思います。はい、それではね、今回ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。
次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、権現でした。